はい、どうもこんにちは、上村健一です。今回はですね、前回ちょっとお送りした動画の引き続き2作目ということで、車中泊日産のセレナのサーフィンに行くために寝て、行く先でこう寝るためにこう車中泊用のベッドを作ろうということで、前回は、こちらですね、ちょっとこんな感じで入れようかなと思ってるんですけど、前回はこちらの動画で、車中泊のための骨組みっていうのをまずイレクターパイプっていうのを使って、作成をしました。そこまでちょっとこの動画でご説明をさせていただいたんですけども、今回はですね、その出来上がった土台の上にベッドをの元となる板ですねを作ろうということで、その板の作成っていうところを動画でちょっとこう解説しながら、お送りしたいなというふうに思っております。一応今日の完成形っていうのはですね、合皮を貼るっていうのはちょっとまた次回の動画にしようかなと思っているので、もう次回で完結させる予定です。2部3部かな、はい、もう3部作っていう感じで、送りしようかなというふうに思っているので、なので、今回はですね、その合板を、工務センターで買ってきて、切り出してというところまでちょっとこうご説明をしたいなというふうに思います。それでは、早速見てください。どうぞ。はい、こちらがですね、僕住んでるのが神戸なので、神戸にあるホームセンターっていうので、有名なのが江南っていうのがあるんですけども、その江南で、合板っていうのをまず買ってきました。で、このよく売ってるようなこのやつですね、これね1枚1180円っていうことでめっちゃ安いですよね、合板で。ちょっと見ていただきたいのが、板にその車中泊用のベッドにするときの板の強度の問題で、12ミリと、15ミリという厚みの差があるんですけど、僕ね12ミリにしました。15ミリって結構分厚くて、重たいんですよ。で、0.3 ミリしか違わないんですけど、12ミリで、正直ね、僕は1年ぐらい使ってるんですけども、十分、使えております。なので、12ミリの合板を使用しました。で、この F の上に星が4つ並んでるのは、これはフォルムアルデヒドとか、そういうのがこう、星の数が多ければ多いほど、星4というのが一番いいんですけど、多ければ多いほど、フォルムアルデヒドの、体にちょっとこうね、吸い込んでも害がないかどうかっていうのを示しているような指標になります。で、板を購入して、最初はこういう感じで、ホームセンターの方に、もうざっくりと、大幅に、大まかには切ってもらいました。で、切ってもらった後は、ちょっとあとはもうね、細かい、寸法、細かい微調整っていうのはもう自分で、メジャーで測って、っていうのでやっていっております。こんな感じでね、ちょっとこう車の中に入れた時に角を取らないと使えなかったりすることがあったので、こういう角を取るためにちょっとこうね、縦横測って斜めを測ってっていうので切り出しを、しました。で、あとこの角の部分ですね、四角のまんまガチッとこう角のまんまだったら危ないかなと思ったんで、ちょっとこうヤスリで削ったりとかしてアルミをつけたりで、一応計3枚ですね、日産のセレナの車中泊の後ろでベッドで使ったのは計3枚使いました。で、3枚をこう並べていったんですが、ちょっとね、ここまで見ていただいてお気づきの方いるかもしれないんですけど、一番後ろにでかいのを1枚で、前に2枚ちっちゃいのを2枚並べるっていうような形にしてるんですけど、なんかね、明らかにこの前のやつのサイズが合ってないんですよね。なんかね、もうめちゃくちゃどういう自分でも寸法で測ったのか分かんないですけど、こんな感じでものすごく後ろの方に出っ張ってきてるというか、なんじゃこれっていう感じになりました。これね、ホームセンターで板買って切って、もうそのままホームセンターの上の屋上の駐車場で一回組んでみたんですよ。サイズ大丈夫かなと思って、大丈夫だろうなと思って組んでみたらこんな感じでした。なので、はい、もう一回1階に板を持って行って切り直しということで、今度はね、もう自分でこれを使って、切りました。で、完成したのがこちらですね。一応こういう感じでもうすっきり、もう一回切って角取ってっていうのでして、すっぽりはまりましたということで、一応これが完成形ですね、今回の。こういう感じで日産のセレナ、3列目のシートね、一番後ろ取っちゃうと、取ったらもっとスペース確保できるんですけど、8人乗りとかでこう車検を通してるんで、これ例えば後ろの席を外そうと思ったら全然簡単にボルトとかこうネジあれしたら外れるんですけど、それしちゃうとこう車検改造車っていうのになっちゃうので、保険の適用とかがまたややこしくなるんで、もう僕はあえてこの3列目のシートはもうあえて取らずに、安全のためにも残してます。で、折りたたんでその上にパイプを組んでベッドを置いてるというふうにしております。こんな感じですね。で、横
から見たのがこういう感じで、はい。で、下もまあこういう風にちょっと高さを設けてですね、板を置いてと。で、これがですね、さっきちょっとこう削ってたっていう、あの角をね、こうヤスリでずっと擦り続けてっていうやつなんですけども、はい。まあ、こんな感じで角も丸くして、で、これがあの、さっきの差し金とかでちょっとこうメジャーで書いてた横の角をがっつり削った部分ですね。こんな感じであのトランク側なんですけども、干渉しないようにということでこう角度をつけてやってます。反対側も一緒ですね。はい、というわけで、こういう感じで、1枚2枚3枚ですねの合板を使って、12ミリの合板を使って、ベッドのは本当にこう骨組みの上にこう乗せる板ですねっていうのを今回作成をしました。で、次回の動画ではこの板のまんまだとあんまりにもまあ味気ないんで、このままでも寝れるといえば寝れるんですけど、ちょっと味あまりにも味気ないんで、あの合皮を買って、まあ、間にちょっとこうクッションを敷いて、でそのクッションの上に合皮を貼ってというふうにして板を完成させようかなっていうふうに思ってます。というよりまあもう完成してるんですけども、まあ、その制作過程をちょっとこう動画で、まあ、あの細かいところとかもご説明をさせていただきながら、制作過程を動画でお伝えできればなというふうに思っております。まあ、ちょっとね、これ見ていただいた方が、なるほど、なんとなくこういう感じの、ざっくりとした流れにはなるんですけど、あ、こんな感じの大体流れでやったらいいんだなっていうことが、まあ、お伝えできればいいかなっていうことで、今回の動画をお送りさせていただきました。また次回もね、ちょっと板を張ったりとかっていう感じなんですけども、ぜひ見ていただいて、車中泊をするためのベッドを作りたいっていう方の、参考になれば幸いです。まあ、みんなで、僕もね、車で寝たりとかするの好きなんですけど、みんなでぜひ車で寝る車中泊ライフを楽しめるように、やっていきましょう。楽しんでいきましょう。というわけで、今回も動画をご視聴いただきましてありがとうございました。最後にいいねボタンを押していただけるとすごく嬉しいです。あと、チャンネル登録もしていただけるとすごくありがたいです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。バイバイ。